ネオレアリズムとはイタリアにおいて1940年代から1950年代にかけて特に映画と文学の分野で盛んになった潮流。イタリアネオリアリズムとも言われる。リアリズムの方法で現実を描写する傾向は当時のイタリアで支配的だったファシズム文化への抵抗として、また大敗主義の克服として1930年代頃すでに現れ始めた。 新たな社会参加から生まれた。知識人は歴史的責任を自ら引き受けなければならず、人々の要求を代弁しなければならないという考え方がこの時期広まっていた。このため、ネオレアリズムの作家、映画人たちは日常校を模範とした平易で直接的な言語を採用した。ネオレアリズムが確固たる地位を得たのは1943年から1950年に、 かけてであるこの時期はファシズムとナチズムに対する抵抗の時期であり、また戦後の混乱期であった。この間多くの作家が、はじめはパルチザン闘争に、ついで政治的議論に関わりあった。パルチザン闘争、労働者の要求、市民の暴動といった主題が、この時期のネオレアリズム映画やネオレアリズム文学によく現れる。この時期の映画は、 内戦による恐怖と破壊を経験した後で未来を築こうとあえいでいたイタリア社会に現れた問題や現実に題材をとっていた。ネオレアリズム風の映画を制作した主な映画人としては、ロベルト・ロッセリーに、ビットリオ・デシーカー、ルキノ・ビスコンティ、また脚本家のチェーザ・レザバッティーニらが有名である。ネオレアリズムという用語ははじめ、このような映画の方法を指すものとして考案されたが、 ついで文学の領域に取り入れられた。同じ時期に大勢の重要な作家たちがネオレアリズム的な理念の影響を受けている。中でもエリオ・ビットリーに、チェーザレ・パベーゼ、イタロ、カルビーノ、カルロ・レービなどが知られている。ありがとうございます。